2020年7月27日。はい、昨日まで4連休だった方も多いのではないでしょうか。皆様お疲れ様です。今日からまた仕事という方、そして今日やっとお休みだよという方もいると思います。いい1日にしてください。ということで早速行ってみましょう。渡辺桃江の桃日記。改めまして皆さんこんにちは、渡辺桃江です。はい、4連休いかがお過ごしでしたか？お天気いかがでしたか？私の住むところ新潟はですね、確か23、24はまあ晴れたんだったかな、晴れたんだけど、まあピカピカの晴れまではなくて、やっぱちょっと若干曇っていて、あと土日はちょっと雨の日も見られましたね。はい、なのでザ夏っていう感じではなかったかなと思います。なんか本来もっと暑くてもいい時期かと思うんだけど、今年はなんか梅雨が本当に長いですよね。早く梅雨明けを望むばかりです。はい、カレンダーを見てみますと23日が海の日だったんですね。そして24日がスポーツの日。本来ならば東京オリンピック2020が開幕だった時ですが、やはりこの時期、この世の中では難しかった賢明な判断かと思います。残念だけどね、なんかコロナさえなければ楽しかったんだろうなとか、どんちゃん騒ぎだった世の中、世界だったのかななんて思いますが、今は一日でも早い収束を願うばかりです。皆さん気をつけて手洗いうがいしっかりしていきましょう。防げるものは防いでいきましょうね。はい、さあさあさあ気持ちを切り替えまして、最近欲しいもの突然すぎますが、皆さん最近欲しいものはありますか？私はね、昨日ふと思いました。宅録っていうんですか、家でレコーディングできる環境が欲しい。はい、昨日ちょっとこの曲吹いてみてっていうリクエストをちらっといただきまして吹いたんですが、いや桃日記もそうなんですけど、マイクとかオーディオインターフェースっていうの、なんか専門知識がなくてあれなんだけど、録音する機会がそもそもないんですよ。なのでそのまま生の、本当に生の顔絵とか生の笛の音をお届けするしかなくてですね、なんかもうちょっとこうちゃんと綺麗な音にできる環境を整えたいなって思いました。音がねどうしても割れちゃうんですよね、パソコンの内蔵のマイクとかだと。昨年 MacBook Air を買ったんですが、まあ機械音痴でございまして、 MacBook さんもね使いこなせてないので、いい加減使ってあげないとかわいそうかなと思うんですが、まあとにもかくにも私は今宅録できる環境が欲しい皆様何か知識ある方、どしどし教えてください。よろしくお願いします。そしてこんな機材使ってるよ、こんな機材がいいんだよ、こんな機材譲ってあげるよなどの声もお待ちしておりますよろしくお願いします。はい、そしていよいよ今週末に迫ってきました和の場所一つ蔵響きというタイトルのコンサート、ピアノの川崎翔子さんと私忍部の渡辺桃江がお届けしますコンサートでございます。おかげさまで1の回2の回ともキャンセル待ちの状態です。いや本当にこんなに一気に人が来てくれるよっていう声をいただけると思ってもみなかったので大変嬉しいです。ありがとうございます。当日楽しみにしていてください。はい、そして先週ですね、第1回のリハーサルをしてきたんですね。もうね今回真面目にいっぱい曲やりますので、 MC はほどほどにして、もういろんなバラエティに富んだ曲を楽しんでいただきたいと思います。でちょっとまたこれもまだなんて言うんだ、案なんですけど、もう一つコンサートのおまけみたいなこともやろうかなと思ってますので、そちらもどうぞお楽しみに。それでは来週までお元気で。そうだ、インスタグラムのチェックもよろしくお願いします。面白いことを始めようかと計画中です。